聖なる地を怪我したな。神々は許さないぞ。立ち去れ魔女め。人と仲良くするのが得意だな。挑発されたの？見てたよ。俺に話したいことがあったんだろ。神の専門家アモスバルイプシスを知ってる？彼の研究所が皇帝の蔵書にあったの。ある時スケリッジに出発したのを最後に消息を絶ってるわ。地元の人たちに尋ねてみたら何人かは覚えていた。なぜ調べてるんだ。ジンはそもそも邪悪な存在だし危険だぞ。知ってる。でも危険を犯す価値があるの。ジンを支配できたら強大な力を手にできる。きっと私たちの役に立つはずよ。そいつは本当にジンを従えてたのか。彼の本によるとそうとしか思えない。ジンを刺激して力を得る方法が書かれてるの。その魔術師か。ジンの居場所はヒンダースファイルの沖で彼の船が目撃されてる。その後大嵐が船を襲ったそうよ。なら見つからんだろう。魔術師は魚の餌になってジンは逃げたさ。そうとは限らないわ。たとえそうだとしても証拠が見つかるまでは諦めたくないの。手伝ってくれる？お金ではお礼をできないけど心から感謝するわ。そう言われてはな。分かった、手伝おう。ありがとう。波止場で船が待ってるわ。確かだって、ナールの村を壊滅させやがった。ああどうでもいいわ、興味ないの。もう準備は全て整っているようだが。ええ、俺が手を貸すと分かってたのか。確信はなかった。だからかけたの。失礼。案内してくれ。たまにはあなたにリードしてほしいんだけどね。させてくれる気があるのか。それは状況によるわね。ウィッチャーに敬意。こんな資材のジンが乗っていた船はこの辺りに沈んだはず。範囲が広すぎるな。この船に魔法をかけるわ。下に沈没船があれば分かるはずよ。よし、探してみよう。私が舵を切ってもいい？反対する権利は？ないわ。このジンの話、あまり気乗りがしないな。前にも捕まえたことがあったでしょ、覚えてる？ああ、ダンデリオンが声を失うところだった。あの時はあなたのお祓いが効いて幸いだった。ああ、まさかあの言葉の意味が、消えろこの野郎とはな。外国語を勉強しておくべきだったよね。一生これを言われ続けるのか？もちろん、あなたの望み通りじゃない。俺の望みは君といつも一緒にいることだった。君に失敗を笑われ続けることじゃない。願い事は慎重にね。それに願いが叶ったらどんな状況だろうと受け入れるしかないの。そうだな。それにあなたの失敗だ。あんな面白い話笑うなという方が無理よ。何かあるわ。海底よ。深すぎてあなたの息が持たないわ。俺を見くびってるな。とんでもない。まあ私に任せておきなさい。魔法をかけるわ。しばらく鼓動が遅くなって長く潜れるようになる。エサードエイククラウディーライゾン。これでいいわ。気をつけてね。水中はどう？湯加減いかが？調子はどう？心を読まれるのは嫌いだと言ってるだろう。心は読んでないわ。念術で語りかけてるの。それに隠し事なんてないでしょ。あっても言えないだろう。まったく。何か見つかった？
何パーセント折れた帆柱、板切れ、それにドラウナーの大群だ。水死した乗組員の死体を食いに来たんだろう。そしてここに巣を作ったんだ。ドラムンド一族の戦士像もある。その船じゃないのね。戻ってきた。どこへ？手がかりの示す方へ。ジンを見つけたとして何をするつもりだ？豪邸に王宮、それから女王の冠でも願うつもりか？それはジンじゃなくて喋る魚の話でしょ。似たようなものだ。どちらも願いを叶える。何を願うつもりだ？もうすぐ分かるわ。何かある。別の沈没船ね。ジンが見つかればいいがな。ヘイマイ一族の印だな。ドナールの部族ね。ドナールがまだ赤ん坊の頃に沈んだ盾だろうな。素晴らしい細工だ。何を見つけたの？ディムン一族。ここにはアヌスの船はなさそうだぞ。古いものばかりだ。じゃあ戻ってきて他を探しましょう。手際が良くなってきたね。君も手伝ってくれたらもっと早いんだが。私はここで上から目を光らせてる方がいいわ。ああ、ドラゴンを探していて雪崩で道から押し流された時と同じだ。俺が命からがら橋に捕まってる時、君は俺の腰に捕まって景色を楽しんでた。壮大な谷底の景色が広がってたな。木々がざわめいて川が流れてて。覚えてる。もっといいものが目の前にぶら下がってる。この辺りの岩、なんだか変ね。海底に何かあるな。調べてくる。何かあった？何かどころじゃない。隕石が落ちた後のような巨大なくぼみがあった。
見てみたいわね。やっと潜る気になったか。まさか。別の魔法を使う。あなたの視界をいただくわね。エイス・フォルテ・ベイデン・アイン・エイクテ・エリベイト。これは隕石の跡じゃないわ。じゃあなんだ。シュ・エイス・フォルテ・ベイデン・アイン・エイクテ・エリベイト。人はいないが面白いものを見つけた。何？割れた印象だ。使えそうね。戻ってきて。半分しかなかった。これで何かできるか。もう半分がある場所がわかるわ。近くにあればね。それが見つかればジンも見つかるな。その通りよ。じゃあ3まで数えたら飛ぶわよ。あ、だから瞬間移動は。文句言わないの。1、2、3。3まで数えると言ったの。数えた？さあ、あたりを見てみましょう。ヤネファ、なぜそう急ぐ？理由を話せ。どうしてそんなにジンを見つけたいんだ？知ってるでしょ？魔術師にとってジンの力には大きな価値があるの。その力を何に使うのか教えてくれ。重要な理由がないのに長旅をするのはごめんだ。ええ、重要な理由があるわ。とても重要なね。私たちどれほど前からこんなことを繰り返してるのかしらね。15年、20年、何度も別れてくっついて引き寄せられてるみたいに。それが本当に私の心からなのか、ジンの悪ふざけなのかわからないの。つまりあの時の俺の願いのせいなのか。あなたはジンに永遠に一緒にいられるよう願った。私はそれを取り消したいのよ。なぜそんなことをするんだ。ジンの力がなければどうなるか確かめたいの。それでもお互いを思えるのか、赤の他人みたいになるのか。俺が知りたくないと言ったら。反対するのはもう遅いわ。行くわよ。船を探しましょう。アモスは変わり者だったようだな。船を半分だけ山の上に飛ばすとは。彼がそう願ったとは限らない。ジンはわざと願いを意地悪に解釈する性格だもん。頼むから君の前から俺がいなくなればいいなんて願わないでくれよ。興味深いな。アグネス・グランビル著、ミステリアス・ミステリー。魔術師はここで寝ていたのか。ジャン・バティスタ著、エレメントへのエントリー。いい靴だ。ヤマトの衝突時の衝撃が強すぎて持ち主が吹き飛ばされたか。血だ。船が斜めに傾いた時、誰かが甲板を引きずられたか。イエネファ、これを見てみろ。何を見つけたの？アモスね。本に載っていた肖像画と同じ。頭以外は。
ジンの仕業だと思うか。ジンは主人を襲わない。むしろ不運な事故みたいに見えるわね。嵐に襲われた時、別の場所に連れてってくれ、山の上でもどこでもいいとか頼んだのね。ジンは言葉通りに願いを叶えた。激しい着地で壁に激突、そこに本棚が落ちてきたのね。本の読みすぎは良くないってことだな。瞬間移動の時に死んだなら印象はまだどこかに。見ろ。やったわね。甲板に来て、考えがあるの。下がってて。何をするつもりだ。ジンを呼び出して刺激するの。おとなしく従うはずはないから構えてて。カイムジン、ウリフカイスターエンガイハー、カイスティートディスグレイブ、グベリードミキャッセル。呪文が見える。ジンの呪文を解けるのはジンだけ。呪文を解いて、そうすればあなたは自由になる。嵐は去ったな。そうね、終わった。座って休まないか。辛そうだぞ。平気よ。でも座りましょうか。進歩したな。前にジンを従えた時はリンデの半分を破壊した。そうね、いいコンビみたい。来てくれてありがとう。一人だったらもっとひどい目に遭ってたわ。こんなことだと分かってたら来なかったかもしれないな。そして真実を知ることもなかったわね。呪いを解いた後に何か変わるかどうか。どうだ、何か変わったか。どうなると思ってたのか自分でも分からない。混乱してるのかも。他人みたいにあなたを見ても何とも思わなくなると思ったのに。でも全然そうはなってないわ。何も変わってない。ジンに騙されたのかもな。どうして。俺も何も変わってないみたいなんだ。イエネファ、愛してる。私も愛してる。何するんだ。甘くて軽いだけじゃ済まないわよ。不思議だな、何度もしてるはずなのに。初めて君にキスするみたいだ。ある意味初めてよね。
それに愛してるという前と後のキスは別物よ。他のことも試してみないか。アモスの船室は居心地が良さそうだったぞ。慌てないでよゲラルト、船室でゆっくり過ごす時間は後でたっぷりあるわ。少し座ってる間に世界が終わったりはしない。ああ素敵ね。スケリッジの精霊たちが祝福してくれてるようだ。今度は馬で行きたいものだ。馬ではあの山を降りられなかったわよ。これからどうする？そうね、ビジマに行かなくちゃ。それに皇帝への報告も必要よ。シリのことは俺たちだけの問題だ。気持ちの上ではそうだけど、エムヒルとの約束はそうじゃない。報告は必要よ。後援者に忠実だな。彼はあなたの後援者でもあるのよ。忘れたなんて言ったら無理やりにでも思い知らされるかもよ。仕方ないな。諜報部隊がいなければシリが戻ったこともわからなかったわ。それぐらいはしてもいいでしょう。言えねば、あの場所で会ったことは素敵だった。それだけ言えば十分でしょう。男爵に会いに行く。ウーマを連れてケイヤムルヘンへ向かう。できるだけ早く合流するわ。まだな、イエネファ。元気でいてくれ。ゲラルト？ワイルドハントといた時期のことを思い出すことはあるか？たまにね。生き残れたのは驚きよ。普通ならエルディンは目撃者を残したりはしない。残さない。俺が奴らから逃げた時は記憶を消された。そうね、あの記憶喪失。君はどうだった？私は短期間だけ。皇帝の魔術師に捕まった途端すぐに記憶が戻ったの。ワイルドハントに捕まった時乱暴されなかったか？されたとしても記憶がないの。あの時期全体が幻みたいで、血と炎、異なる世界を通っての追跡劇、全てが曖昧なのよ。でもあなたが来て私のために命を差し出したことは覚えてる。あの時はお礼を言う機会がなかったけど。君でも同じことをしたはずだ。そう言ってくれて嬉しい。でもどうやって逃げたのかまだ聞いてないわね。自分でも知りたいぐらいだ。赤の騎兵団に追われながらがむしゃらに走り回った断片的な記憶はある。だが気づいたらケイヤモルヘンの麓にいたんだ。エレディンは君に何を求めていた？あなたに求めたものと同じ。覚えてない？奴らといた時間のことはほとんど思い出せない。私たちは餌だったのよゲラルト。エレディンは私たちを助けにやってくるシリを捕らえようとしていたの。でもあの子は引っかからなかった。どうやって皇帝の人質から協力者へと転身したんだ？ある日私のいた牢の扉が開いて、そこにはいつもの役人ではなくエムヒルがいたの。そして彼の頼みを聞くという条件で私を解放し、帝国の財産を自由に使う権利を与えると言った。奴はシリについて話して君は申し出を受けた。なぜだ？共通の目的は奇妙な縁を結ぶものよ。エレディンより先にシリを見つけたかった。そのための権力と財力を持つ者がいるとすれば皇帝以外にいないでしょう。それに結局のところ彼はあの子の父親よ。記憶と自由を取り戻した後、なぜ俺を探さなかった？すぐに回復して私を探すと思ってたの。君には魔術師の助けがあったが俺は単独だぞ。どうだったかしらね。とにかくあなたはワイルドハントから逃げると確信してた。エレディンが解放するはずないし、私は記憶を消されたけど、脱出してれば記憶も消されてないかもとね。それにあなたはウィッチャーだから深刻な怪我は避けられると思ってた。
他に話したいことがあるんだが。何？これを見つけたんだが君のものだろう。その頭蓋骨はアクセサリーの一種か。趣味が変わったようだな。これは武器よ。今まで一度も見たことがないぞ。あなたの言った通り趣味が変わったの。ありがとう、ヤネバ。またな。